トレント XWB はトレント1000を原型として開発された一連のターボファンエンジンである。トレントシリーズの中で最新の形式でエアバス A350XWB のみに使用される。2004年よりエアバスは顧客からボーイング787に対抗し得る機体の開発を求められており、2005年10月に公式に A350 として 新型機の設計を立ち上げた。ロールスロイスは当初トレント1000エンジンの静止水力を 75000LBF に高めてトレント1700として対応する予定だった。トレント1000とは異なりトレント1700は従来のブリードエアエンジンで川崎重工と共同開発する予定だった。A350 の発表後、ロールスロイスは 新型エンジンをトレント XWB という名称で供給することに合意した。これは、原型は、静止水力が 7595000LBF だったが、2007年9月にエアバス社は、要求水準を 7593000LBF に引き下げた。しかしこれは再び変更され、ボーイング777から 300ER に対する、 競争力を高めるために A350 の最大型は最大水力 97000LBF を前提として仕様が見直された。2007年6月18日にロールスロイスはカタール航空との間で同社史上最大となる母下56億ドルの契約を交わしたと発表した。これはトレント XWB を搭載するエアバス XWB80 機を購入する。 ものだった。さらに、2007年11月11日には、ドバイ航空省で、エミレーツ航空からトレント XWB を、動力とする、A350 から950機と A350-100020 機の、他オプション50機の購入契約が発表された。これは2014年から、納入予定とされ、発注額は、オプション込みで、 最大84億ドルに上ると見込まれていたが、2014年6月11日には、エアバス社は、エミレーツ航空が A350XWB70 機の契約をキャンセルしたと発表した。2014年7月時点の販売数は1400機以上に上る。最初の地上試験は2010年6月14日に実施され、2012年2月18日に、 エアバス社は A380 試験機に喧嘩したトレント XWB が初飛行に成功したと発表した。2013年にはエンジン形式認証を受け、最初のエンジンは2014年に運行開始の見込みとされた。トレント XWB 搭載の A350XWB は2013年6月14日に初飛行した。2014年5月15日、 ロールスロイスは水力8万4千ポンドのトレント XWB の量産発品をエアバス A350XWB のローンチカスタマーであるカタール航空へ出荷した。この量産型エンジンの最終組み立ては2014年2月に開始された。2014年7月15日にはロールスロイスは A350-1000 用の水力 97000LBF のトレント XWB-97 の初運転を行ったと発表した。ありがとうございます。